ヒナカルガモの親子カルガモは、長高カモモクカモカマガモ族に分類される鳥類。中華人民共和国、日本、アムール地方、朝鮮半島に分布する。日本では主に、本州以南に周年生息するが、北方に生息する個体には冬季に、団地へ移動するものも存在する。和名は、イ」の池で、カキも含めて見られたカモであったことに由来すると、 考えられている。全長51.5から6 4 5トル翼長オス25.4から2 7 6ンチメートルメス24.3から2 6トル頭頂や背、腰は黒褐色。自ザキリの光沢は青紫色で、自裂飾りや三列風霧派園に小型で不明瞭な白色部がある。オスは腹部が脳褐色で、 羽毛外縁の単色部が小型になり、胸部との差異が明瞭。おばき部を覆う羽毛が光沢のある黒。メスは胸部と腹部の灰色の差異が不明瞭。アゲオトウや下オズツが黒褐色で、羽縁が単色だったり、単色の反紋が入る。以前は種ナスポエシーロリンカお及びアッシュ、AP ゾナリンカの和名がカルガモとされていた。 2016年現在のバードライフインターナティナル2017年現在のクレメンツチェックリスト2018年現在の IOC ワールドバードリストではいずれも本種を独立種として扱っている河川や湖障、湿地、干潟、水田などに生息する渡りは行わないが北部個体群は冬季になると南化する餌は主に夜間に取る 食生は主に植物食で植物の葉や種子などを食べるが、昆虫なども食べる。2004年に長野県で狩猟された個体は、加えていたものと消化管の内容物を含めて3.2から6.6センチメートルの追い皮を30尾も食べていた報告例もある。繁殖形態は乱生。集団繁殖地を形成することもある。総本や枯れ草。 笹などを組み合わせた直径22から30センチメートルに達する皿状の巣を作る。10から14個の卵を産む。放卵期間は26から28日。多日日型において、子連れのメス型個体のひな葉っぱ、オカヨシガモのひなサンバを殺した例が報告されている。これは繁殖地が高密度になった影響で、親鳥が 攻撃的になったためと推定されている。繁殖期前期は、つがいで行動するが、メスが放乱、育成を行っている間、オスはおむね、オスだけの群れを形成する。繁殖期が終わると、まずメス親とヒナとの関係が消失する。その後は、不透明であるが、腰冬季前には、シールで構成される大群を形成する。稲などを食害する。 水田を踏み荒らすことで種もみを埋没させ、発芽率を低下させる害鳥とみなされることもある。本種は雑食の性質が強く、植物質の餌以外にタニシなどの動物質の餌も、好んで食べるため、肉に臭みが出る傾向がある。そのため、日本では、マガモのように賞味される機会は少ないものの、それでも、 マガモと比べて食味が極端に落ちるほどではなく、植物食の傾向が強い時期の肉は、マガモと並んで意味とされる。狩猟鳥として人気があり、毎年二十数万羽が打ち落とされていると言われる。日本では、カルガモと飼育されていたものが野生化したと考えられるマガモや、マガモ系アヒルが交雑した事例が各地で報告されている。また、カルガモと、 話し飼いのアヒルやアイガモとの交雑が多く見られるようになっている。日本のカルガモはアヒルとの主観雑種が存在しているとされる。アヒルの原種はマガモであり、三代も野生で放置されると、飛翔するほどになるが、日本のカルガモもアヒルと交雑することで、もともとは狩猟の対象であり、人を恐れていたはずのカルガモも、前述のような人を恐れない行動をとるようになって、 言ったと考えられ、都市部のカルガモの多くがアヒルとの雑種であり、遺伝子汚染が進行している。照明の多い都市部では夜間に飛翔する個体もある。外形に関する遺伝形質はカルガモの方が強いため、見た目はカルガモでも性格はアヒルに近いものが現れたと分析される。日本では1984年以降、数年間にわたって、 東京都千代田区大手町にある三井物産ビルのプラザ池から皇居和田総堀へ引っ越す本種の親子をメディアが取り上げブームとなったことがある。同ビルに本社を置く三井物産では1998年から2013年まで女性社員がカルガモレディとして同池に映像するカルガモを観察し記録していた。この池は 同ビルの再開発のため2013年に閉鎖されたが2021年3月までに新たな池が整備される予定である。一列に並んで歩く親子の様子から複数の車両が同様に走行することやそれを悪用した反則行為をカルガモ走行と称するようになった。1994年1月13日から2014年3月31日まで 販売された90円普通切手の衣装になった。ありがとうございます。